12音技法、12音技法、12音技法は一般にはアルノルト・シェーンベルクが5つのピアノ曲作品23で1921年に完全に体系化したとされる作曲技法でありドデカフォニー、ドデカフォニーとも言う。実際は無調音楽や雑音音楽、電子音楽と同様に同時代に複数の作曲家によって 別々に独立して模索されてきた作曲技法である。十二平均率にあるオクターブ内の十二の音を均等に使用することにより、蝶の束縛を離れようとする技法である。十二音技法による音楽を一般に十二音音楽と呼ぶ。一般に無調の音楽の一つとされるが、十二音技法を用いることにより一種の蝶にも似た統一感が得られるので、 パウル・ヒンデミットのように十二音技法を一種の調べであると主張する専門家もい。この技法の原型はヨーゼフ・マティアス・ハウアーが1919 19年に著作で発表したトローペと呼ばれる音別技法である。その他ではロシアのがシェーンベルクより5年前、1916年に発表したあの曲インボカシオン・アイト2で十二音技法の曲を作っている。 さらに遡ると、ウェーベルンが作曲した作品11のチェロとピアノのための3つの商品、1914年が原型であるという説もあり、これが現在最有力となっている。以下に挙げるのは、最も有名なシェーンベルクが提唱した12音技法の作曲方法である。オクターブ内の12の音を均等に用いるために、最初に、 それらの音を一回ずつ使った音列を作る。そのような音列は、十二イコール四億七千九百万千六百通り作ることができるが、そのすべてが同等に使用できるというわけではもちろんなく、音列そのものに工夫を凝らすことが、作曲家の仕事の第一である。場合によっては、ベルクのように音列に調整的要素を織り込むことも可能である。 ここに一つの音列の例を提示する。この音列に基づいて作曲するとするならば、この音列の順で12の各音が現れなければ、ならない。そして12の音がこの順で全て現れるまでは、いずれの音も反復して用いてはならない。ただし、和音として連続するいくつかの音を同時に鳴らすこともできる。音名が同じであったら、どの、オクターブの音を選んでもいいし、 異名同動音の読み替えも自由である。ただ、ベーベルーンの後期作品においては、オクターブによる調整感を避けるため、ある音名の音が、どのオクターブに現れるかまでもが厳密に管理された。音階やリズム、和音として同時に鳴らす、音の組み合わせを様々に変えることで、一つの音列の基本形、口述するような変形方法によって、変形されていない元の形からでも様々な楽層を、 生み出すとが可能である。最初期の12音音楽は、ほぼこの基本型と、その移り口径、口述の繰り返しのみで作曲されたが、音楽的多様性をもたらすために、さらに次のような、カノニや、ーガなどでも見られたのと、同様な手法による、音列の派生型が用いられる。これらの基本型や派生形、そしてそれぞれの渡る高形を重層的に、同時進行させることもでき、 これにより一つの基本音列から多したような学層を発展させることが可能となる。以下のような方法が使用される音列全体が音程の関係を保持したまま全体の高さを変える方法を渡る高という。これは異調と同じ手法であるが、超ではないので異調とは呼ばない。この方法により音列は11通りに変形させることができ。 原型も含めて12通りになる。音列の始まりと終わりを逆にし、反対側から使用することを逆光形という。逆光型も渡る高により12通りが生じる。音列を上下を鏡に移したようにして使用することもできる。これを範囲きなりという。範囲きなりは、どの音を反転軸にするかによって、 作られる音列の音の高さが変わるが、一般には次の例のように、最初の音列の第一音を軸にして、反行する。これも、渡る高により、十二通りが生じる。範囲きなりを、さらに逆行させたものである。渡る高により十二通り生じる。このように、渡る高、逆行、反行。 逆半行を組み合わせると、一つの音列から48通りの音列が派生することになる。なお、これらの派生型を様々に重層的に組み合わせつつも、一つの曲は、あくまで一つの基本音列によって統一されるのが、新ウィーン楽派の十二音音楽の原則である。音列の変形方法の項でも述べた通り、十二音技法では、異調、逆行、半行、 などカノンで使用される典型的な技法が重視されている。エルンスト・クルシェネクは、十二音技法に基づく、対法の研究、1940年で十二音技法の、対法的処方を体系化し、各国の作曲家に愛読された。しかし、ハウアーは、必ずしも対法との連関がなくても十二音技法は、達成できると力説し、このため、新ン学派は、 ハウアーとモトを分かった。歴史的には、バッハの音楽の捧げ物の第一曲や平均率クラビーや曲集第一巻のロタン調で十二音すべてを使った例が挙げられる。また、モーツァルトが公共曲第四十番修学章で十二音に近いメロディーを提示しているのが有名であるほか、ドンジョバンニにも同様に十二音風のフレーズが現れ、これを二十世紀後半になって、 ダリウスミヨンが指摘している。リストは、ファウスト公共局で、すべてを知り尽くそうとするファウストの欲求を表すために十二音すべてを使った主題を用いている。ロマン派の後期になると、マックス・レーガーや、リヒャルト・シュトラウスの作品にも十二音に限りなく近い、主題が参見される。後者は、公共史、ザラプストラは各語り木の、科学に、 ついのフカートでやはり十二音すべてを使った主題を用いている。マーラーの未完の公共曲第10番のうち唯一の完成楽章であるアダージョでは半音階の12音のうち11音が組み合わされた複雑な輪がその楽章のクライマックスにおいて鳴らされる。20世紀に入るとバルトークが中心軸システムによって半音階の12音すべてを均等的に使用する。 ことを理論的に確立させた。調整音楽の理論上において事実上半音階の均等に至ったのは彼の功績言える。大法と全く関わりなく十二音技法を達成している作曲家は戦前ではヨーゼフ・マテアス・ハワートが挙げられる。戦後は松平頼恒・頼リダン・ラ・ピッコラ、ゲディ・ニ、ブラッド、ペトラッシストラビンスキー、スティーブンス、 ルトスワフスキなどが自由に十二音を用いる作曲法を個別に展開している。ロマン・ブラッドなどの作曲家はクラシックの作曲家が十二音に近いフレーズを偶然、発見してしまうことをテーマに作品を書いている。ショスタ・コービチの公共曲第15番、弦楽史重奏曲第15番、オネゲルの公共曲第5番、デュティ・ユーのメタボール第3楽章には 部分的に十二音を一度ずつ用いるメロディが主題とて用いられている。これらは新ウィーン学派の十二音技法とは異なる使い方であるが、戦後に無調音楽や十二音技法が浸透し、今まで距離を置いてきた作曲家たちが実験的に用いるようになった例といえる。十二音技法では音高を数列とみなし、音列を形成したが、これを音高のみならず音化。 音の長さや音量、強度あるいは音色にも応用し、音楽における全ての要素を数列化することにより、最初の数列と数式を決めた後は、計算によって、自動的に音楽作品を生成する作曲法を、総音律技法、フランス語でセリーアンティグラルという、オリヴィエ・メシアンの音価と強度のモードによって、その可能性が示唆され、メシアンの生徒であるピエール・ブーレイズの構造第1番及び、 第2番によって完全に実現された。日本では松平よりやき、よりつめの息子のピアノ、バイオリン、チェロのための変奏曲がこの技法により作曲されている。十二音列は旋律ではないので、普通は音一つ一つが独立する音響作曲法の先駆けをなす。伴奏部分も十二音列によって初期には、 作曲されたが、メロディーと伴奏との組み合わせという繰り返しを避けるために次第に捨てれ、変わって、対位法的なアギ法、構成法や逆行、反行、反逆行が多く用いられた。ウェーベルンでは、音列と次の音列のつなぎに、鏡、スピーゲル、アンビビランズと呼ばれる強度でよく接続される。さらに、コントラバスとチェロのオクターブ音程奏法や、オステナートなどは、 古今長らく使われてきたので、火星学における平行語度等と同じく、繰り返しとして意図的に威嚇避けられる。十二音技法や騒音列技法は、数式さえ決めれば、ある程度の楽譜の自動生成が可能なため、古くは計算尺など、現在ではコンピュータを用いて、自動作曲、作曲補助が行われる。最終的な調整は、人の手が入るとしても、 途中の計算過程を自動化させることによって作曲の労力を軽減させる目的で用いられる。例えば前述の音律の変形方法に挙げられた反響や逆行などは簡単な計算方法によって数学的に求めることが可能である。現在の代表的な自動作曲ソフトウェアとしてフランス国立音響音楽研究所アイルシムが開発したオパンミューザックが挙げられる。 このソフトウェアの説明書に付け属するチュートリアルの初歩段階に14技法の音列各種を自動生成する練習課題がある。日本ではアンプタンク制作のヤギパク等のソフトウェアがあるが自動作曲の欠点はあくまでも機械で作曲するために大きな意味での繰り返しが生ずることで14技法の本来の意図からは外れてしまう。 ただし自動作曲そのものは、12音技法や、騒音列技法だけにとどまらず、様々な様式の作曲手段として用いられる。詳しくは、自動作曲、アルゴリズム作曲法の項を参照。現在この作曲法そのものは、セリエル音楽も含めて、火星課題の実施や学習風画と同じく、過去の技法とみなされ実際の音楽に使う人はもはや、ほとんど見られないが、特に、 前衛音楽と呼ばれていた時代には十二音音楽に賛同する人も反対する人も現代音楽の議論においては必ずこの作曲法から見てと議論され書かれるほどの多大な影響力を持っていた子であった。これに匹敵する現代音楽の技法としては電子音楽の実習であるとオリビエ・メシアンなどの意外な教育者は口を揃えて指摘していた。 十二音技法は確かに横のラインには整合性が取れているものの、縦のラインに関しては、調整の持つ収始システムに対してあまりに貧弱だった。ブーレイズはこの問題に対し、セリーからブロックソノールを生成し、音列技法の限界を超えようとした。さらに練習に膨大な時間を費やす演奏だけではなくて、一般に常にメロディーとリズムを追い求める聴衆にとっては干渉も、 非常に難しく、また曲全体が同じ音化の音符によって均等に埋められていいので曲による違いを見つけにくい、みんな同じ音楽のように聞こえる難点がだるむしたと、などで昔から指摘されている。現在の欧米では、火星や太平電子音楽の実習のように音楽学生の現代音楽のための歴史的、 教育用の自習教材としてのみ受け入れられていて、実際の創作行為においては十二音技法そのものはあまり用られていないのが実態である。日本における第一人者は伊りの吉郎と言われる。その他、柴田奈美親戸田国原も言ったが、芸大系よりも東大出身者が多く、日本では今も昔もごく少数派とされ、音楽史以外で、 日本の音楽大学等で実習を含めて、詳しく教えられることは、あまりなく、松平よりやきが登場するまで、結果的に、セリエル音楽語法までを、きちんと発展、享受できないまま廃れてしまった。しかし、眉ゆずみによると、橋本邦彦は、戦中、十二音技法の試作を密かに行っていた。また、新次清は、弟子の諸井誠に膨大な、シェーンベルクの楽譜を、 風呂敷に包んで貸し与え、ろいはそれを持ち帰って勉強したという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。